こんにちは、沖縄カエル商会のバラです。もうね、6月になりましたね。先日ね、台風ね、2号が通過してからね、すごい天気良くてね、今日も快晴です。もう全然ね、梅雨という感じがしないですね。今日はですね、今このね、前回からこの Z8 でね、動画撮ってるんですけれども、このね、Z8 のね、動画が綺麗すぎてね、ちょっともう Z6 で撮った動画をね、編集する気がなくなってしまっています。そこでね、ちょっと前々回ぐらいかな、 Z6 で撮った屋久島スミレがですね、まだ咲いていたらね、ぜひね、この Z8 で動画撮り直したいなと思ってね、これから行ってみたいと思います。ということで行ってみましょう。お、悲しく倒木が倒れてるな。あ、この前のね、台風2号で結構大きい木が倒れたみたいですね。あー、残念なことに。これね、地形欄ですね。地形欄がついていた、もうね、結構朽ちていた木が台風2号で倒れたようですね。まあこれね、着生欄の運命ですね。木が倒れると一緒にね、消滅してしまうという。もう結構ね、苔むしてるから、この地形欄が複数ついてたと思うんですけれども、結構ね、この川の流れが激しく当たって取れちゃったんじゃないかな。上から流れてきた枝がだいぶ引っかかってますね。
はい、お疲れ様でした。いやね、暑い。さすがにね、もうね、屋久島スミレ咲いてなかったですね。まあ2つだけね、花は残っていたんですけれど、もうしおれていてね、ちょっと花を取れるような状況ではなかったですね。まあ残念です。あとはね、イボイモリがね、今やっぱり幼生の最盛期なので、イボイモリの幼生はね、ちょっと動画に撮ることができました。来週末は雨になるのかな、そんな予感がしています。ではまた、バイバーイ。